なぜ襲ってこない？狙う。あの巨人は他の巨人を倒してくる。それならあの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解した。人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるように感じる。あれは味方の。巨人は？なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。そうだ、聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンを考えない。私は従おう。本気かよ。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。落とした。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。
僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いで、あの巨人を誘導してくれ。生きられるのは勝者だけ。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。助かったぞ、アッカーマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵が？分かった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。援護してやりてえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。あっちは苦戦してるのかよ。狙う。生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。突進巨人どもも私たちに壁を登らせない気。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。何だと。わかった、本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。なぜこんなところに補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。生きられるのでしょう。ズブ、狙う。このままじゃ壁上に引けねえ。クソ、巨人どもが邪魔しやがる。落とした。面談やばいってことだよな。おう、助かったぞ。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。分かった、せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。巨人に会うとはついてねえな。くそ、頼む。分かったね。蹴散らして。よかった、本部はまだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。
このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。やった。
人に助けてもらうだと？そんな夢みたいな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと、例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あHa ha ha!
エレンはあの時巨人に飲み込まれた。一体何か。これをエレンがやったってことか。無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの？アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ？何なんだ、みんなの目は。まるで化け物を見ているような。いいか、訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ？人か巨人か？質問の意味が分かりません。シラを切る気か、化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。
だこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで中東兵団を説得できると言うなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ。私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。今のうちに休んでおこう。
次の任務は人類の底力を見せてやるぜ。ふん。ほう。注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去る。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。俺も行く。ついてきてくれ。私も行こう。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。怖くなんかないぞ。そうすれば敵上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。怖くなんかないぞ。頼んだよ。了解だ。行くんだ。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。僕の立てた作戦が採用されたけど、この作戦で正しかったのか。同期で下角がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。くそ、キリがねえぞ。行くんだ、行くんだ。頼んだよ。あっちは苦戦してるのかよ。分かったぜ。負けるもんか。頼んだよ。了解だ。よく立てた。あれは気
こっちの誘導に引っかからない。引き寄せられないな。直接倒すしかない。怖くなんかないぞ。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。了解だ。まずい、巨人に邪魔されて補給物資を運べない。補給物資を持ってきたから使ってくれ。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。負けるもんか。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。エレンに死なれても困るし。兄、なぜここに。もらっていく。応援団、ヤバいってことだよな。怖くなんかないぞ。頼んだよ。わかったね。負けるもんか。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。急ぎ野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。ごめん、もらっていく。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。僕だってやってやる。頼んだよ。頼んだよ。了解だ。助かったよ。兄、一人で何してるんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。同じ班のライナーたちとはぐれてる。見かけたら私は無事だと伝えておいて。了解だ。頼んだよ。分かった。かなり巨人を減らせたぞ。これなら大岩の方から面談が。何か緊急事態か。
大岩の周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が直接叩くしかない。これで大岩の周りの巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。
人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか？どうして？おい、アルミン！エレン、どうして私が分からないの？つぶっ！いや、作戦は失敗だ！撤退するぞ！待てる！蹴散らして。今まだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。狙う。お願い。彼は貴重な存在だ。了解だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。次、こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの？
なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせず、どうやって巨人に勝つ。そんな方法私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って、けなげに尽くすしかない。潰す。しのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。次ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。そこは俺に任せろ。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。行かないと。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。ついてきてほしい。僕も行くよ。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろう。僕は任務を続けるよ。ごめんなさい。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。
知らない。コニー、無事でよかったぞ。怪我はない。なら一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めていた。なら俺も手伝うぜ。苦戦してるのかよ。戦わなければ勝てない。恐ろしさ思い知れ。生きられるのは勝者だけ。すまない。これから巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなしを狙ってくれ。戦わなければ頼んだ。私も行くよ。ミカサ、ミカサ、なんであんたがここに。今は一人でも多く戦力を増やしたい。一緒に来てほしい。いいよ、乗った。アルミン、ミカサ、作戦は。エレンはどうなっているんだ。エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのでエレンを守っている。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。まずい、こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。カッサバイデル。エレンが私が話しかけても反応がなかった。もう誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。
僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ避ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、そこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ。蹴散らして、救援要請か。戦わなければ勝てない。噂は本当だな。巨人が入ってきたぞ。制覇は他の巨人の手一杯だ。僕らでやるしかない。
たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。巨人に勝ったよ。超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人どもを蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコリュ団並みの戦力があるってよ。ちっ、うるせえな。みんなの羨望の眼差しもあなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は
人類の英知の結晶である。やれやれ。